作官学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作官です。今回紹介するのは1996年にバンダイがプレイディア向けに発売したウルトラマン知能アップ大作戦です。はい、なんかすごいよね。知能アップって言われるだけでちょっと、ね、構えちゃうよね。あーすげえこれから、まあこんな感じですね。で、まあ裏面がこんな作りになってます。でも表面から見ていくと、プレイディア IQ キッズのロゴと QIS で遊んで学ぼうのね、この緑のライン、緑のラインはどうでもいいんだけど、まあなんかしらラインがあってこういう、ね、フォーマットになってますね。で3から5歳ね、対象年齢ね。でバンダイのロゴで円谷の表紙があって、でウルトラマンが君の知能をパワーアップってことで、まあウルトラマン知能アップ大作戦のロゴがあって、まあ知能アップってね、パワーアップってアピールがあって、でまあ宇宙ですよね、パッケージの絵柄は。で怪獣と、怪獣よりも一回り二回りでっかいウルトラマンがいて、でウルトラ兄弟が一番ちっちゃいけども、でもこのちっちゃいって言っても結局ここ地球に立ってるからすげえでけえっていうね、結論に至るわけですよ。でどうでもいいや、もう裏面ね。はい、で知能が勉強できます。でこのソフトの特徴、このソフトはお子様が大好きなウルトラマンと一緒に遊びながら自然に考える力を伸ばし、知的能力の発達が図れるよう工夫されています。人気のウルトラ戦士たちとも遊びながら何度でも繰り返し学習できます。1回のプレイ時間はお子様の集中できる10から15分で終わるよう工夫されていますので、飽きることなく学習することができます。推理力、注意力、構成力、観察力、概念などお子様に必要な考える力を遊び感覚で伸ばすことができます。付属の取扱説明書には遊びながら学べるドリルのページがついています。ソフトと連動したカリキュラム構成によりより効果的な学習ができますということで、まあ、楽しみながら学べるドリルページ付きっていうね、アピールがここにしっかりあります。で、ゲーム内容なんですけども、ウルトラマンと一緒に知恵と勇気で事件を解決だ、次々に巻き起こる宇宙を探す怪事件、君もウルトラマンと一緒に直ちに現場へ急行しよう、事件はどれも難しいものばかり、記憶力、注意力、あらゆる知力を使って事件を解決しようということで、注意力、記憶力、規則性、推理力、構成力、思考力っていうのが学べるよっていうアピール、まあ画面がいろいろあって、まあ、ちゃんとね、ウルトラマンのキャラクターが書かれているようなものと、本当知能テスト的なね、絵柄のものがあるんですけども、まあこれをやることによって、まあ、君の知能がパワーアップするならやった方がいいですよね。以上、作家でした。